皆さんこんにちは、リコです。国民民主党が新たな経済対策を発表しました。本編では現在分かっている情報を分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。政府は令和4年度が住民税非課税世帯、住民税非課税世帯と同等の水準となる家計急変世帯に5万円を給付する方針を決定しました。内閣官房のホームページにも電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金という事業名で掲載されています。こちらのサムネの動画にて詳しく解説していますので、合わせてご覧いただけたらと思います。本編でお伝えする内容、国民民主党が発表した国民一人一律10万円給付について、こちらは国民民主党が発表した経済対策案となり決定しているわけではありません。この経済対策案を政府へ提出し、政府がこの秋にまとめる新たな経済対策に盛り込むよう働きかけていくとしています。以上のことを踏まえて、国民民主党が発表した経済対策を見ていきましょう。国民民主党は13日、両院議員総会で物価高対策として国民1人当たり10万円を給付するインフレ手当などを盛り込んだ総額23兆円の緊急経済対策を発表しました。緊急対策の主な内容として1つ目、インフレ手当一律10万円給付。こちらは所得連動給付方式としています。2つ目、ガソリン・電気代の値下げ。3つ目、児童手当の所得制限の撤廃。4つ目、農業支援などを柱としています。私たちに直接的に関わってくる項目をもう少し詳しく見ていきましょう。家計負担軽減の中に1つ目、インフレ手当、所得連動型による国民1人一律10万円給付で、一定以上の高所得者には確定申告に合わせて課税するとしています。2つ目、電気料金に上乗せされている省エネ賦課金の徴収停止による電気代の値下げ。3つ目、ガソリン補助金の継続とトリガー条項連結解除。原油高などでガソリン価格が高騰したような場合に、ガソリン税を一時的に引き下げるためのいわゆるトリガー条項を使えるようにすること。4つ目、消費税減税。消費税を一時的に 5% に減税。5つ目、児童手当の所得制限の撤廃ということでした。またその他の項目として、事業者負担軽減、資源エネルギーの安定供給の確保、農林水産業支援、地方支援など様々な支援策を盛り込んでいます。ただいまお伝えしてきた細かく分けると18もの支援策を発表し、政府に提出するとしています。国民民主党は今年3月以降、自民・公明両党の間で原油高騰対策の検討チームを立ち上げるなどしていて、今回の案を政府がこの秋にまとめる新たな経済対策に盛り込むよう働きかけていく方針とのことです。国民民主党としても、経済と生活を守るため選挙で約束した政策を着実に実現につなげますと述べていますので、今後の動向に注視していきましょう。ここまで先日発表のあった国民民主党の経済対策についてお伝えしてまいりました。国民民主党はインフレ手当として10万円給付など様々な手厚い支援策を発表していました。ですが、国民民主党は野党でもありますし、この経済対策がどの程度実現性のあるものなのかが現段階ではわかりません。ですが、支持率が低下して悩んでいる岸田政権は、もしかしたら前向きに考えてくれるのかなとも思ったりしました。それに、ただの10万円給付ではなくて、所得連動給付方式で一定以上の高所得者には確定申告に合わせて課税するという条件付きで提示しているので、いい方向に向かうことを願っています。
国民民主党は小規模な党でもあるんですが、国民の意見に寄り添い、こうやって日本の未来を変えるための政策を発表したので、もし実現すれば現金給付は一時的なものにはなってしまいますが、このコロナ禍、物価高騰下ですので助かる方は多いのではないでしょうか。緊急経済対策を発表し、一歩前進とみて今後とも動向に注視していきたいと思います。皆さん、いつも高評価コメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。